はい、どうもちょふわです。今日はですね、あなた自身が結果をね出したかったら絶対これはやっておいてほしいことっていうのがね、僕の中でちょっとあるんで、それをね、今日はシェアしていきたいと思います。はい、で今日ちょっと今かなり、ね、今朝早く撮ってるんでちょっと眠いんですけど、まあいいやっていう感じでね、していきます。で、具体的にどうすればいいかっていうと、自分自身を逃れられない状況に置くってことです。自分自身を逃れられない状況に置く。でこれね、まあ、僕自身の、まあ、ワードでね、成功回避不可能システムっていうふうには呼んでるんですけど、自分がでもこの成功をする以外道を残さないようにするんですよ。もう、今はもう自分を追い込むってことですよね。で本当に、ね、僕のこれ自身の体験なんですけれども、もうこれ本当どうだろう、1年半ぐらい前かな、もうこれちょっと今ね2014年の3月なんですけど、まあ1年半ぐらい前なんですけども、自分自身がねバイトのアルバイト先のテレフォンアポインターで初めて、ね、1位を取った時、まあ、本当に1年ちょっとぐらいね、2位とかしか取れなかったんですけど、2位とか3位しか。でそっからね、どうやって1位になったかっていうことがあって、その一つのね大きな原因だったのが、自分がねもうその2ヶ月で30万円をね稼がなければいけない状況にあったんですよね。でどういう状況だったかというと、僕自身はね応募のソロコンクールに出てね、でどうしてもその敗退したから悔しかったから、その応募のリード作るんですけど、応募ってそのねあれが機械が欲しかったんですよ。でそれが30万するんですよね。でうわマジかと思って、でその先生と約束したんですよね。じゃあ2ヶ月で買うんでちょっと待っててくださいって言ってで先生と約束して、でうわやべえ30万マジで稼げないといけない、どうしようどうしようってなって、でそれ具体的に決めるわけですよね。その逆算して、あ月1ヶ月で15万稼げればそれ足りるなっていうふうに分かったんで、もうそこで、ね、すごく追い込まれたわけですよね。でそこで本当に、ね、逃げられない状況になって、実際にそれでバイトに通ってたんですけど、そしたらなぜかね、そういういいお客さんを引き寄せたりとか、いいねなんか自分がトークを打てたりとか、どんどんなんか自分が成長していったりとか、なぜか分かんないんですけども、その目標を達成してしまったんですよね。で本当にね、これ自分を逃れられない状況になると人間って本当ものすごいパワーを発揮するんですよね。だから本当にこれ見てるあなたもぜひね、自分を逃れられない状況にする、これを心にね置いてちょっと頑張ってほしいなって思います。ということで、見ていただいてありがとうございました。